週末のお出かけにいかがでしょうか。ハウステンボスで開催中の100万本のバラ祭りが今一番の見頃を迎えています。ヨーロッパの街並みに大きさや色も様々なバラの花々が一斉に咲き誇っています。先月27日に始まった100万本のバラ祭りは今が一番の見頃です。石畳と芝生の庭園を色鮮やかなバラが覆うのはメインスポットのグランドローズガーデン。非日常の雰囲気やバラの魅力を存分に楽しめるスポットがたくさん用意されています。こちらは自然界では珍しいとされる青色のバラを集めたブルーの箱庭です。中でも目を引くのは2012年にハウステンボス開業20周年を記念して作られたオリジナル品種、その名もハウステンボスです。特徴は淡い青紫色に花の中央が分かれて4つの芯があるように見えるクォーターロゼット咲き。近づくとバラの甘い香りが漂います。訪れた人の多くが足を止め写真を撮っていたのはガーデンの中央をまっすぐに伸びる全長130メートルの水路、バラのカスケードです。水路の両側に色彩豊かなバラが咲き誇り、その雰囲気はまるで絵画のよう。背景にはハウステンボスのシンボルタワードムトールンを望みます。綺麗ですね。初めて来たけど。初めて来たけど。来たことなくて、来てみたくて、でバラ祭りもあるっていうの来たんですけど、こんなに綺麗に咲いてると思わなくてびっくりしました。すごい綺麗です。ガーデンの隣では30種類のワインが楽しめる初夏のワイン祭りも開催中です。お酒とともに海外アーティストによる1日5回のバイオリンやアコーディオンの生演奏も楽しめます。アートガーデンに入った時からのバラの香りがふんと漂うので、ヨーロッパの街並みとも香りとも、それこそこう非日常に浸っていただけるハウステンボスではないかなと思っております。またミフィのイベントもしておりまして、可愛いも味わえるので、いろんな初夏のハウステンボスをお楽しみいただけたらと思っております。100万本のバラ祭りは今月26日までです。